ね、で紙にもいろいろありまして、もみがね、揉んでるんですよ、ちりめんのようにね、もみがね、はい、でこれは普通つるつる揉んでない紙なんですね、つるつるして、これはガサガサしてしまって、皆さんのお手元に今日さっき選んでいただいた紙はもみ紙で、これもいろいろ段階がありましてね、お寿司は、波とか上とか特上とかいろいろありますよね、あれと一緒なんです、このもみ方にも波もみと上もみがありまして、今日の皆さんのお手元にあるのは上もみの方です、はい、高級品なんです。今日はちょっとこっちに書いてますけども、身頃です、身頃の作り方と、もし行けたらお袖の方にも行きたいなと思います。このままほっといてください、はい、でまたこっちも同じように、はい、はい、ここに入れてみます、綿を、うん、はい、丸みのところね、ちょうど丸みになったところに入れて、中でちょっと、そうです、そうです、どうすればいいのかな、そうです、そうです、そんな感じです、ほら、折りです、折りにしてこうやると、はい、はい、はい、さあ、いよいよ今度これに貼ってください、はい、これはもっと時間かかるはずだったんです、すごくもう慣れたんですね、すごく早く上手に綺麗にできたなと思って嬉しいです、皆さん先に拍手、それぞれね、柄がね、綺麗ですよね、3番目の黒いの、黒い鶴、あれはね、和紙人形 のお嫁さんにも使ってるので、で、これもお人形の場合はの打ち掛けはこれと似た作り方なんです、でこれができたらもうお嫁さんの打ち掛けもできるでしょうと思います。